山本和泉選手の試合後インタビュー始めたいと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、まずオフィシャルから質問です、えー、試合後の率直な感想をお聞かせいただけますでしょうかやっとゆっくり寝れるような気がしますなんかちょっとした呪いが解けたような気がしますよかったそれだけ復帰戦の試合また減量はすごい辛いものがありましたか、うん、あの復帰するまでの 2年9ヶ月かなよくぴったりとした時間は分かんないんですけどそれが一番つらかったです何のために生きてるかも正直分かってなかったんであの仲間がいなかったらもうとっくのとりに変なことやあの他のことやってんのかなと思ってますしほんとここまで自分をキープするまず1人だったらキープできてないしキープするのがすげえ大変でした。 でもなんか結果にまあ、自分が望んでたような結果じゃないですけど結果が出て良かったなと思ってますあの仲間家族全員に感謝しますで特にうるしましょうい君には感謝してますありがとうございますあの望んでいたような結果ではなかったというお話あったんですが当初の望んでいたような結果ではなかったとお話今ありましたがやはり フィニッシュは狙っていてそれができなかったというところがちょっと悔しいところああもちろんその15分で判定があるっていうのはスポーツじゃないですかでもやっぱり俺たちはその格闘技ってやっぱその倒し合いだと思ってるんでそんな時間内で決められなかったイコール選手としてはあんまりよろしくない結果なんじゃないかなとは思ってるんで、まあ、次はちゃんとその決闘で勝てるような試合をしていきたいですありがとうございます それでは今回対戦した伊藤有希選手なんですが試合前にイメージしていたところと違うところありましたら教えていただけますか正直今回、えー、伊藤有樹選手のことは何も調べてなくて何を言ってることも何にも俺本当に情報を入れないでただ自分がやらないといけないことばっかりを考えて自分がやりたいことだけを考えてで相手のことはそのさっきも 少尉って言ったんですけど、弟分の少尉が全部真似してくれて、で、そこから自分はアイデアをこう。見つけたり、一緒に話し合ったりしてたんで、正直今回伊藤祐樹君のことは何も知らなかったです。ありがとうございます。えー、それでは、えー、今回試合を終えて勝利しました。え、今後の目標、展望をぜひ教えていただけますか。ちゃんとしたファイターになります。でも、この一生のおかげで、なんか一つ吹っ切れた。 部分もあるし、そのファイターとして、今まではなんか、あんまりファイターとしての発見が試合中になかったんですけど、今回はファイターとしての発見がいくつかあったので、それをしっかり伸ばしていけたらなと思います。なんか、明確に目標が見えて、なんか試合に勝ったってよりは、あ,あ、俺まだ強くなれるって、本当にそっちの方に嬉しさを感じてるんで、まあとりあえず、 ちょっとこの傷を今から塗って。後輩の試合の準備を手伝おうと思ってます。すありがとうございます。オフィシャルからは一旦以上になります。で、その他ご質問ある方、はい、ではマイクを持ちします。えー、スポーツライターの伏施と言いますけど、お疲れ様でした。ありがとうございます。今日の試合、ね、あのベースとなるレスリングを前面に打ち出したっていうふうにもう見えたんですけど、その辺はいかがでした。 まさにだからあの塩漬けとかあるじゃないですかガーコントロールしてっていうのもやろうと思ったんですけどやっぱそれもチームと話し合ってやっぱワンポジションに押さえつけても相手バテないし自分がただ手パンパンになるまあ結局蓋開けてみたら今日手パンパンになっちゃったけどでもその細かくポジションチェンジチェンジチェンジしてたら意外に相手を逃がさなくて済んだのでだからそれも。 言っちゃえば100%成功とは言えないんですけど成功のうちに入るからそれをもうどんどん極めてってでやっぱうちの叔父が山本キッドっていうイメージがあるからすごい爆発的なその試合イメージとかしてると思うんですけどやっぱ俺は俺で山本アーセンなんで山本アーセンの最強の道をこれからあの極めていけれたらなと思ってますはいあと階級を落としてのパフォーマンスって部分でいかがでした 自分ではうーん正直あんまり苦ではなかったっすねやっぱ試合は全部辛いもんだしただ階級を落としてこの肺が潰れそうとかは正直あんまりなかったんで俺ここの階級でいいやって正直思いました今回じゃあ今後はこの階級ではいこの階級でやらせていただきますので今後よろしくお願いしますありがとうございます その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか、はい、あでは順番にお呼びします。エンカウントの島田と申します。あよろしくお願いします,しますあの。復帰までの道のりで一番きつかったことっていうのは何だったんですか一番きつかったこと、まあ、すごい長いかったと思うんです、ね、自分が生きてる理由が分かんなかったことじゃないですか ただ単に普通に生きてるのが一番つらかったっす何も刺激がなくて何の目標もなくてやっぱ自分はちっちゃい頃からレスリングとかトーナメントとか世界選手権とかいつも何かしらあの目標があったんですけどそれが全くなくただ単にこうジムで生きていくっていうのがすごく辛くてでだんだんそれが当たり前になってって当たり前になっていくのもつらかったっす。うん 本当に人間としてなんか刺激がない毎日を過ごしてたからでも本当にそれを起こしてくれもう何回も何回も言うのも面倒くさいんですけど本当に今回のセコンドの勝利だったんであのギリギリか一い枚救われたなみたいな本当良かったです今すっごい生きてる感じがしますありがとうございますあのツイッターのトレンドでアーセンがもうずっと1位だったんですけどご存知ですか いつですかこれいやもう試合終わってからもずっとアーセンが日本のトレンドで1位だったいやー試合終わらせなくて本当サーセンマジサーセン 2> 今2位ですね2位, 2> 今2位ああサーセン 2>, <laughs> 2位にしちゃってサーセン <laughs> であのいろんな格闘家の方がもう 青木さんとかも俺が一番愛してるっていう風に発言されてたりするんですけど。いや、それだったら俺に伝えてくれって言っといてもらっていいですか。<laughs> そんな SNS ばっかりでね、その動画使われたり書かれても、俺はあのこっちよりちゃんと生身の愛情を受けたい人間だから、あの大木さんにもし時間あったらそれを俺に伝えてって言っといてください。あのたくさん格闘家の方があの絶賛してるんですけど、それについて心境はいかがですか。 うん別に、うん、とりあえず他の人の意見も何も入れずにさっきも言ったけど山本汗をこれからどんどん極めていきたいと思ってますチームと一緒に最後なんですけどあの勝利は1434日ぶりなんですけどうわあそ,そう考えると4桁いったっすか、うん、どうですかよかったーマジでよかったそう考えると長かったほんと長かった よかった。これからそれをどんどん短くしていきます。日にちを。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。よかった。では、お願いします,します、えー。すみません。オリコンニュースの井原氏と申します。よろしくお願いします。すあの試合もすごく良 <laughs>、えー、かったんですけど、やっぱり試合後のマイクもすごく感動したっていう声が多くてですね。はい、あの話す内容っていうのは結構前から考えていたことだったんでしょうか。まあ、 そうっすねなんかちょっとやっぱお互いを傷つけ合うことが多いなって正直日本にこう住み始めて思ってて例えばグアムとか海外にいたらこうそんなんないんですよけなし合いとかみんな。 こう仲良くて、愛情こう正直に伝えてっていうの。当たり前のカルチャーだったんですけど。日本に帰ってきたら、なんかお互いをこう恨み合うようなことばっかりだったから。いや、もうちょっと、なんか俺で数人でも気持ちを変えられたらいいなと思ったし。だ、それも自分の。欲しいものだったんですよ。勝たないと、あのマイクパフォーマンスの数十秒ってもらえないじゃないですか。だから、その欲しいものを奪うっていうのは。 ちゃんと自分が伝えたいもことがあるからあの人をぶっ倒してその数十秒もらおうっていう気持ちも一つあったんで、はい、その一期一会間違わずによあのこういうことを決めてたわけじゃないんですけどある程度言いたいことはあこれは言いたいなっていうのは決めてました。そのマイクを やるってこともモチベーションの一つになっていた。だってそれ勝者しか無理じゃないですか。負けたやつがマイク持った持てないし、持ったところでね何もいいことないから勝たないといけないなとは思ってました。あのー、今回復活されたということで。 やっぱ次の試合がどうなっていくのかっていうのをファンも楽しみにしているんですけれども一応、お母さんの美ウさんがあの引退試合大みそかという予定にはなっているんですけれどもそこに合わせて一緒に出たいというプランがあるのかそれとももっと早い段階でもう一戦やりたいとかそういったのはいかかがでしょうかフローでフローに流れに任せます。はい もう,一つこうフライ級で今回やられて、あのー、今後もフライ級でやられるということなんですけどもやっぱライジのフライ級のトップには堀口選手がいらっしゃるんですけどそことの対戦というのは意識される部分はありますかまあ後々そんなえ、こんな試合内容じゃそんな言えないぐらいのトップ選手だから、まあ、でも、まあ、なんか聞くこと,ところによるとやっぱ伊藤選手もすごいトップファイターで、まあト,ップうん、トップファイターだよね。 でこう強いよっていう人にまあ判定ですけど勝てたんでまあこうやって地道にどんどん一段一段上に行ってでいつかわかんないけどまた戦えれたらいいなと思いますまたじゃないけど戦えれたらいいなその時はもう俺レベチになってると思うんで、うん、はい頑張りますありがとうございますオスヘアーサンアンドリューオンデューブ MMA サッカー can you just talk about Uh, you looked very emotional at the end. Uh, can you just tell us about what was causing that emotion? That, uh, 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 that? you know, like I didn't fight for like months, uh, two and nine months, two year and nine months, and actually I, I didn't really feel like I'm living. You know, like I, I was in the darkness and I didn't see any lights, and I didn't know why I'm living you know like uh, when i was doing the wrestling uh, i had a you know like a competition a world championship or whatever but that two year and then nine months i didn't have shit really i didn't have shit so i was like why am i living what i'm doing you know and then i got this fight and i just won and I finally saw like small light in my life and i feel like whoa that was so long trip it just started but i feel like oh that was a fucking long trip so that's why and i saw my mom's face and then my team he was crying too and you know i got emotional very much but i finally find a small light and i was so happy for that and i gonna keep looking that light and just go for it yeah and uh, who or what is next for you Anybody who give a, the rising give opponent, I'm gonna fight him and I'm gonna beat him. That's it. I'm not gonna say I, I wanna fight that guy or talk shit about that guy. Anybody, you know, I'm a fighter. So they say that I can fight with him. All right, I'll do my best and I'm gonna beat him. And that, and that, and that, and that. And, that. and then maybe someday I'm gonna fight with Kyoji-san. Uh, and that could be cool. Thank you. Yeah, cool. <Thank> は,はい、続いて、ここ、マイク、はい、どうぞ、お願いします。はい、ナビニュースの林と申します。お疲れ様でした。と試合終わった後に、お母様のミユ選手があの涙されていたんですが、試合後、お母様とお話をされたんでしょうかすぐ泣きますからね、あの人。俺、うん、とかちゃんすぐ泣くんでね、そんな、毎回泣いてましたよって、もうキリがないんで。 でも、試合前に言ってくれて嬉しかったことは、そのあんた今回勝てば私超えられるからって言ってもらって、もう、やってやるよみたいな感じで、そのことはすごい気合い入ったっす。でも泣いてることに関してはすぐなくからね、あの人ね。ね。だから、そんな深いあれはないと思います。 公開練習の時に勝ったらみんなでパーティーしたいっておっしゃってたんですけどそのパーティーはクラブとかじゃなくてただ単にラーメンとか食いに行きたいっていうパーティーですねじゃあ今,今一番食べたいものを今一番食べたいものこ <laughs> ってこての家系ラーメン食いたいっすねマジ横浜に来てガッツリガッツリ行きたいっす、ね、ありがとうございます,す,いますでは高嶋さんではい おお待ちくだささいお久しぶりでですす兄さんフ <laughs> ファイトライラの高嶋ですあの試合内容がまあ納得いってなかったり満足してなかったり、えーえー、きっと選手のような試合ができないということを言われてたんですけど今日のあのテイクダウン狙い常にギロチンが待ってて、えー、バックテイクに関しても。 えー、木村が待っててそういう中で現状アーセン選手ができるすごい切り合いをしてたんじゃないかなと思うんですけどその辺りどういう,う,もうそれはなんとなくもう分かってたんでこれ来るだろうこれ来るだろうこれ来るだろうみたいなで自分も今回やっぱいろいろ勉強していく中で決めに行こうとするとやっぱ体力減るじゃないですかで自分の中で安心はしてるけどここでパッて抜いても相手そんな疲れないかなと思ったから自分が安心 する場面だったら十分にそれを使わせてたんですねでやっぱりそれをちょっと放置してあげるとこう息が荒くなったりグリップがう「うん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 」っていうこの感触あるじゃないですか筋肉の締まるほどけた締まるほどけたみたいな。なんかああこれでどんどん疲れさせちゃうグリップなくさせちゃおうかなみたいな意味で、まあ、ちょっとそんなにすぐは抜かなかったんですけど。 あそこはあんまりまあフロントチョーク苦しいは苦しかったですけどあこれ決まんねえだろうなみたいなあじゃあ使わしとけみたいなでセコンドもそれどんどん疲れるからみたいなのだよなみたいな感じで頭の中で考えながらやってたんで正直あっちそのフロントチョークだったり木村とかは別に心配はなかったですあ,のあの試合を続けるっていうのはでも勝っても自分も疲れる試合じゃないですかだからそういう部分で 相当覚悟を持って別に殴り合わなくても相当な覚悟を持って戦ってたんじゃないかなと思ったんですけどそのあたりに関しては。ごごももっともでございますだからもうこのファイトスタイルの呪いっすよね。まあ、頑張れば勝てるけどちょっとでも気抜いたら負けるしただその自分の中で本当に打撃とかが超調子よくなってきて練習とかバチバチ当ててるし。 打撃に関してもすごいい自信がついてたんですよただ今回の試合はその久しぶりの試合だっていうこともあってその勝ちにこだわってしまったっすねだからその勝ちにそんなにこだわらず今までやってきたを前面に出すっていうことをやってればちゃんと打撃ももっと出てたと思うし半分半分になってたなとは思うんですけどどうしても今回勝ちたいなっていうことがあってだからそのすぐテイクダウンに行ったり相手が立ったら速攻テイクダウン。 し直したりっていうファイトスタイルになっちゃったんで、まあ、それもさっきチームメートと話しててこれをどうに,どうにかこうシンクロさせたらもっといいファイターになれるねっていうこともあったんでだから出直しすまた作り上げてきます次の試合までにうっありがとうございました何点ですか見て,ていいんですかいい 七十七点。あ、五十以上言ってるか、らよいや。<laughs> ありがとうございます。その他、ご質問ある方、いらっしゃいますでしょうか。あはい、では。いいえっと、合格松山です。お疲れ様です。行ってる中で,であの、国際練習ではオーソドックスの構えも見せていましたけど。今日、サウスポーに構えたのは、あの、立ち会ってみて、しっくりきた。 うん、全部騙してただけです <laughs> <laughs> その。久しぶりの試合だから何言っても信じるだろうかなあ信じるだろうなと思ってたから嘘をばらまいてたもうばれたからあれですけどもうサウスポーで自分は正直、はい、サウスポーの方がしっくりきてるんでここ、はい、はご質問よろしいでしょうか。 はい、では、山本亜生選手の試合後、インタビュー終了となります。まこれからもよろしくお願いします。